Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. アナヒタ、アルテミス、アマテラス。アナヒタ、アルテミス、そしてアマテラス。In Japanese, アマテラスはどこから来たのか。それは日本人にとって最大の謎なのですね。で、まああのいろんな論文を読んでいるんですけども、 この論文はですね、ミトラ教のまあ流れを説明しているものです。で、まず最初にミトラ教を説明したいと思うんですけども、アフラマザーがいて、そしてここにザラスストラだと思うんですけども、巨人ですね。で、イランにこのゾラスターの、いわゆるアフラマザーですね、の文章が残ってるわけです。で、 ザラスラ教はもともとは、まあ、このウィキペデルの説明によ,るよりますと、二元論的な初期の哲学をまとめたものであると。で、アフラマザーという一心のもとでの、まあ、善と悪を言うと。まあ、善悪論ですね。二元論ですね。で、紀元前6世紀頃、郎形が作られたと。そしてそれはユダヤ教、キリスト教、イスラム教に大きな影響を与えたと。これがナヒータですね。えー、ザラストラの弟子です。 あのその穴ひターこれ大きいか、かなり大きい女性だということをまた比較して、あの見てくださいね。で、これがあのミトラが生まれた時の様子を書いたものだそうですけども、ミトラは穴ひターの処女階段によって馬屋で生まれたということになっています。12月25日にね。そして、ミトラ、これもコインだそうですけども、あのこうしたコインも使われたそうですね。 で、ミトラは、ここですね、キプレス、キプレス、まあ今のキプロスだと思いますけども、そこで生まれ育って馬に乗っていたということなんです。まあこ、あの、これがキプロス島ですね、現在の。まあ、ここのキプロス島に限定していいかどうかわかりません。エンシャントキプロス島、今と違うかもしれません。で、問題はですね、これ私最大の謎だったんですけども、この穴ヒーターはミトラの母親なのか姉なのかという問題なんですよね。 で、まあ、伝説というか、際によりますと、アナヒーターが諸女解体して、ミトラが生まれたと。そういうことになっているわけです。そして、ミトラは、やがて大きなミトラ教と言いますか、勢力を伸ばして、ミトラ教をあの起こすわけです。で、これはザラスストラウ。で、上にいるのがアフラマズダーと。で、アフラマズダーの心境であると。で、これはアナヒーターの息子なのか、それとも弟なのかということなんですよね。 で、それに対して、エリア51での全職員であるチャールズ・ホール氏がですね、大変興味深い証言をしています。彼はですね、エリア51でトール・ワイトと呼ばれるエイリアンと一緒に仕事をした経験を持っています。で、その彼がですね、あの、まあ、暴露ン,ンを出すわけですね。そして、その中で、まあ、あの、トール・ワイト系、トール・ワイトの系じゃないけど、興味深いその親子関係について説明しています。 ま、それをこれからちょっとその部分だけをあの説明いたしますけども、要するに、トール・ワイトというのはヒューマノイド、ヒューマノイドなんですね。ヒューマノイド。わかりますかあの人造人間です。つまり、えー、人間のように性交渉によって、また、妊娠・出産によって生まれる、まあ、生命体、地域生命体ではなくて、人工的に作られた生命体であるということです。それで、ま、あのー、 親子関係も違ったものになってきてるんですけども、トールワイトの世界ではですね、まあ人工飼育器の中で、待、まあ、てか、それわかりませんけども、あの、親、あの、いわゆるフィズカルな肉体とは別のところで、えー、に、あの、生まれて、そして、あの、親が当てがわれるということです。ここで注意してほしいのは、身長が180から210センチ、2メートル前後だということなんですよ。これが重要ですね。で、顔はチョークのように白くて、 まあ、それはの、チョーク・ワイトっていうあだ名はそこから来てるわけですけども、ヒューマノイドであると。チャールズ・ホール氏はそのようにしっかりと証言しています。そして、あの、その次なんですね。えー、800年約生きるんだけども、400年過ぎた時から第2の成長段階に入り、最終的には2メートル80センチになると。いわゆる、まあ、2メートル10センチから2メートル80センチの、まあ、 極めて巨人になるということですね。このアルテミスを見ていただきたいんですけども、あの、まあ、いわゆるその、大人のね、羊と比べて、ヤンギと比べても、かなり巨人であることがこれわかりますね。で、これが、あの、まあ、ギリシャ彫刻がですね、2メートルから2メートル10センチ前後のみんな大きさの像であることと関係があるわけです。なあち、ギリシャ彫刻というのは、それ あの、トールワイトの等身大の、えー、神々をですね、3D プリンティングで作られ、作られたという人の、まあ、人の頃、帽になるわけです。で、まあ、今言いますように、ヒューマノイドで人工飼育で育てたら赤ん坊になると、そして、息子は、あいは、娘として、それぞれの、えー、里親に、え、渡されるわけです。そして、その里親はですね、自分のこのようにして育てるわけです。となると、まあ、この段階でですね、まあ、一応、親子関係ってことになりまして、あの、なりますけども、親、 こという、その、いわゆる私たち人間が持っている、意識とは違うものであるということですね。今、これは、ま、こんなものを見せているのはですね、ギリシャ彫刻の像たちは生殖能力がなかったということを今、皆さんにはお見せしているところです。こんな屈強のね、いわゆるその党、闘志でもですね、こんなあの、いわゆるその、まあこうなっててしてるですけども、思春期前の、子供ですね、少年というよりも子供の、それを持っているということに注目してください。え、じゃあ、穴ーいたというのは、あ、 ま、誰かって言うんですけども、これはあのヒーターは、これはあの、ゾラスター教のアナヒーターはですね、それはギリシャ神話の中でアルテミスになるわけです。ただ、このアネヒダの顔は、この左のはね、像は、あの、顔が出てませんけど、それはディアナ、ローマではディアナーディアナという名前に変えるわけですね。まず、あの、名前はですね、それぞれの、ま、ギリシャ、ローマでは、あの、違った呼び名で呼びますから注意してくださいね。で、アルテミスが、アルテミスの弟がですね、あの、いわゆる双子の兄弟がアポロンで、になるわけです。 で、アポロンがで、アポロンとミトラは、あの、何度も精査しましたように、顔が同じなんですね。なわち、3D プリンティングデスク、プリンティンで作ってますから、この,あの顔は一致するわけです。なわち、ミトライコールアポロン、アポロンイコールミトラとなるわけです。そうしますと、アルテミスと、あんなヒーラーとごめんなさい、アルテミスは同一人物であると。そして、ミトラと、それからアポロンは同一人物であると。しかし、えー、あら、あ アナヒータとミトラは親子。それからア、アルテミスとアポロンは、あの、姉、弟という関係になるわけです。となると、どっちが正しいかですけども、これについてもチャールズ・ファイド人はですね、ちゃんと証言してますね。あの、一緒に働いたり仕事をしている ET をですね、おじい,いとこなどの家族名を使って読んでいた。なあち、姉とか、あの、母っていうのはあまり意味がないっていわけですね。これで謎が解けましたですね。 すなあち、まあ、トール・ワイトの世界では、まあ、便宜上、あの、そうした、あの、関係で呼ぶけども、実際には関係ないんだと。では、この古代リキアですね、いわゆるミトラが生まれ育った、え、先ほど、あの、言いました、この、ここでオリンポスのね、この古代リキアから、あの、最後にミトラはですね、最後の夜を過ごして晩餐をして、そして天井へと帰っていくわけです。これが、ま、最後の晩餐をした、 あた、場所だと私、これはカルトセンターですからね。カルト、いわゆる儀式用のセンターですから、この辺りから去っていった。その近くにですね、近くというか、まあ、一番こういうぐるっと見渡して、一番目立つ山というと、このドルクさんですね。オリンポスさん。オリンパスのリキアの、エンシャントギ,ィアギリリリキアのオリンポスで、トルコの、あ西端に西端にあります。現在のね。で、このドルクの山から私は、あの、線を引いています。なぜ、ああ、ここからですね、プレアビヒア。 カンボジアのプレビアフィアに線を引いています。えっと、今引きました。これがあのまあカンボジアのプレビアフィアに向かって線引いた線です。でこれはずっとここに行きまして。 えー、力アからプレハビヘアやっていきます。そして、ここからほぼ100、ほぼじゃなくて、あの、正確にここは120度を取ってみてね、まず、プレハビヘアからこの線に対して120度の線を取ってみます。あの、イーソポール、実はイーソポールの線を取りますと、正確にあるよヨナグに行くんですけども、まあ、今日はあの、石垣、この石、 点を取ってみますとここに石垣島があり沖縄があるということをちょっと一線に見ていただきたいと思います。沖縄といえばミルク神ですミルク神皇ですねナチミルク神皇ですミルク神皇イコールミトラですねミトラミトラ教ですでミトミレがねあのミル国にあの 当て字として使われているわけです。ですから、ミルクイコールミルクであり、ミルクイコールミトラであることはもう何度も証明いたしました。そして、ここが石垣島です。この石垣島は大変奇妙な形をしていることに注意してください。この線を、この線をまっすぐ行けますと、九州の高地方へと行くわけです。もう皆さん、高地方がどんな場所かはご,ご存知ですよね。で、まあ、あの、こうして、私の説によればというふうに、まあ、こう、とあ入れてきますけども、 アルテミスとミトラはこのようにして日本ランドまでやってきたということです。それでミトラはその足跡を沖縄に残すわけです。沖縄ではミルクキシンはベトナムからやってきたというふうに言い伝えられています。ベトナムって言っても現在のベトナムじゃなくてね、東南アジアのことを昔はベトナムと言ったんですね。越南って言うんですよね。別ベ,ベトナム。そしてアルテミスは日本へやってきてアマテラスと名を 語ったということになるわけです。で、もう一つの流れを組んでいきますと、このゾラスター教から、それからミトラ教、そして、えー、ミルク教ですね、沖縄の。そしてつながっているということです。そして、そのお姉さんか母親のアルテミスがアマテラスを語ったと。そして、あもう一つ説明しますと、いわゆるアナヒータ、アナヒータ、アルテミス、ディアナ、そして、もう一人、 ある、あの、アマテラスは同一人物であるということなんですね。こんなこと言うと、えー、信仰深い人は私を怒るかもしれませんけども、待ってくださいよ。いいですか神様ですよ。女神ですよ。そんな女神ですね。女神ですよ。このちっぽけな姿勢ですけども、小さな日本だけに、あれ、日本だけの神様と考える方が、私はむしろ侮辱だと思います。女神である以上、宇宙的に、 広大に大にきな神様でであるとということです Thank you very much for watching and see you next time. Bye.